アニゲラをお聞きの皆さん、お久しぶりです。僕は今、なぜか法廷に呼ばれ、デュエっています。だからガッチャの起源はトラチョコだって言ってんじゃん。確かに音の響きはワッチャと似てる気もします。放送も先でしょう。しかし言葉の意味が全く異なります。日本語で OK？ すいません。やっぱ自分よりモビルスーツのガッシャの方が名前似てると思うんですよ。おい、ムマが人間と馴れ合ってんじゃねえよ。キャノンボールをくらえ。静粛に。むやみにトリガーカウンターを打ってはいけません。ツッコミどころおかしいよ。ギガッシャさん、大丈夫ですか？優しいな。とにかく、トラチョコが思考だってことをみんな理解しろ。裁判長、判決を。判決。私は丹下さんも GX のヒロインも千代さんの番組も好きです。よって好きという否定しづらい感情を自己顕示欲に利用したお前を逆に裁きます。あいえ、なんで？なんかわからないけど逆転したぞ。すいません、見抜きちゃんね、見抜きすいません。どさくさに紛れて何言ってんだ。キャノンボールをくらえ。ギャブラッキャンガールのやらしい画像をください。てめえもかよ。なんとか片付きましたね。ギガッシャ、いいデュエルだったぜ。あ、ついたとんかつのアニグラデュエルなんですか、これ。あ、こんばんは、ついたです。あ、こんばんは、ムフィアカジです。人間転生する不滅の、読み方合ってますか、これ。アニグラデュエル、今夜も始まりました。いや、安本さん。いや、そこは安本さんで入ってこいよ。いや、杉谷さん、無茶を恨んでくださいよ、俺に。いや、今天才軍師に行きたくてしょうがなくてさ、行きたくてしょうがない。そう、安本さんの話聞く限りは相当面白いことになってるらしいんだ。面白いこと、この間ね、細谷君に会った時にね、誰の持ち物だったかな、エグーかなんかのミラーレンズのサングラスがあったのよ、これがえらい、細谷に隠させたら似合わなくてみんなで爆笑したの。これの写真持ってんだ、アニゲラで冬コミのグッズを作るときに、筋肉先生にサンプルで、新しい八代 P に物を提出するときにまた T シャツを作ろうと思って、またか。細谷さんのその姿を T シャツにするってことですか。いや、サンプルでね、一般には出回んないけど。本当、前に中村さんでそれやって怒られたじゃないですか。超怒られたけど。大丈夫でしょ、今度本人にしかあげないから。ああ、そうですか。でも俺も着たいな、それ。じゃあ梶田君には。